人生は変えられる石井隆です。今すぐに人生を変えたい、もう待てないという方はこちらの無料メールセミナー、人生を変える7つの魔法に今すぐご登録ください。登録いただくと特典動画も見られるようになります。今回は必勝法を見つけた人が成功するというテーマでお話していきます。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。やっぱり必勝法ってありますよね。こうすれば絶対勝てるみたいな、なんかそこを見つけたら同じことを繰り返すだけ。一回勝てると分かったら繰り返す。で、昔僕がね、何をやったかっていうと、祭りの時のくじがあって、紐がいっぱい垂れてるくじってあるじゃないですか。で、紐を引っ張ってプラモデルとか、紐を引っ張ってファミコンが当たるみたいなのがあって、でその必勝法をなんと僕の弟が見つけ出したんですね。それは何かというと、その紐を引っ張ってる人をずっと後ろで見てるんです、何人も何人もお客さんを。でファミコンとかが当たった人を見た瞬間に、はい300円って、僕もやるって言って、そこの紐を覚えておいて同じ紐を引っ張るんですね。で同じファミコン当たるみたいな。でね、うちの弟がね、それをなんと2回繰り返したんですよ。2回繰り返したら、その店長みたいな人がめちゃめちゃ怒られて、お前何やってんだみたいな。いや何もやってません、あのただ引っ張ってるだけです。で僕も横にいて、だって当たったんだからよこせって言って、僕もかなり怒って2つ商品もらって、その後逃げていったんですけど、これ必勝法ですよね。すでに当たっているものを見てその紐を引くっていう。でそれと同じような感じ で僕がね、必勝法を見つけたのはやっぱ大学受験かな。瞬間記憶を身につけると、1単語1秒目で見て覚えるっていうことで、瞬間記憶を身につけて目で見たものを全部記憶してしまう。これさえできれば大学受験は絶対受かるなっていう、この必勝法を編み出したおかげで、僕は全国模試でも1位が取れたし、大学にも合格できたので、そういう必勝法があったと。で、人生の必勝法は何だっていう、ここ重要っすよ。別に受験で勝ってもその後人生勝てるわけじゃないから。で、人生の必勝法は何だったかっていうと、これがスイートスポットを見つけるっていうことだったんですよ。このスイートスポット理論が人生の必勝法だったんですね。でこれを僕、入社4年目の時に占い師さんから教わって、でそのね、スイートスポットの出し方を伝授してもらって、今それを皆さんに教えてるっていう仕事をしてるんですけど、この人生の必勝法って何をやるかなんですよね。自分の1日の8時間労働だったら、8時間何をやるか、何に自分の人生を費やすかっていうのが必勝法なわけですよ。だからイチロー選手がずっと野球をやったから成功したわけであって、もしゲートボールだったらとか、まあ、ゴルフでも結構できたかな、ゴルフでもできたかもしれない、テニスだったらそこまでいかなかったかもしれないとかってあるじゃないですか。だから結局人生の必勝法ってスイートスポット理論で、何に人生を費やすか、まあ、ここが一番なんですよね。だから僕はずっとね、16年間このスイートスポットを皆さんに教え続けてるっていう仕事をしてるんですけれども、他にもね、いろいろ仕事あるんですよ。仕事あるんだけど、やっぱり一番のね、この人生の必勝法っていうのを伝えないと、多くの人って 99% か、100人いて今の仕事のがスイートスポットですよっていう人は本当に1人しかいないんですよ。だから100人中99人は違う仕事をしていて、1人は偶然にも当たってるっていう、それが非常にね、スイートスポット理論面白いなということがあります。だから人生の必勝法は何ですかと聞かれたら、スイートスポットなので、スイートスポットを知ってそれをやるだけ、これが必勝法なんだよな。だから必勝法に気づけないとね、やっぱり皆さん知りたいのは恋愛の必勝法とかね、すごい知りたいですよね。恋愛の必勝法も僕ね、いろんな人から学びましたよ。もう自称超モテるみたいな人とか、恋愛コンサルタントとか、10人ぐらいあったかな、10人くらいあって、必勝法全員違うんですよね。え、そうなのと。マシンガントークをすればモテるよっていう人もいたりとか、逆に聞き上手になればモテるんだ、ほとんど話さなければモテるっていう人もいたりとか、いろんな人がいました。これはね、本当人それぞれ、あの恋愛とかはね、必勝法があるんだなって、やり方は全員違うんだなっていうことを思いました。まあ、恋愛にも多分ね、必勝法はあると思うんですけど、まあ、それは人それぞれね、違うと思うんですが、人生に関しては本当スイートスポットでね、解決できるので、スイートスポットを知らないっていうのが一番人生でね、時間の無駄だというふうに思うので、ぜひ一刻も早くスイートスポットを見つけていただけたらなというふうに思ってます。セーフティー講座もね、月1回ぐらいはやってるので、僕のところに来たら、というか僕のところに来ないとスイートスポットが分かるということは一生ないと思いますので、ぜひ来ていただきたいなというふうに思っています。今回もご視聴ありがとうございました。人生を変える学びがあったという方は、高評価とチャンネル登録、そして良かったよというコメントもぜひお寄せください。スイートスポットを見つけたい人のための個別人生相談会始めます。わーい。
スイートスポットを見つけたいと思っている人、人生このままでは終われない、一発逆転したいと思っている人、人生を変えたい人、石井と直接30分話ができるという機会を作っていますので、ぜひ忘れないうちに今すぐにお申し込みいただけたらと思います。詳しくは概要欄をご覧ください。